幾重にも咲く花びらのような陶器があります。この器の名前は水に花咲かせましょう。その特徴は柔らかなエッジの曲線と土の風合い。曲線に残る細かいギザギザは土をちぎった跡です。個性的なフォルムは植物をモチーフにしています。京都府亀岡市の静かな山里に工房はあります。藤平康さん40歳。26歳の時、陶芸家である父親の影響を受けてこの道を歩み出しました。以来土に向かう姿勢は一貫しています。自分の好きなフォルムを作る、それが信条です。フォルム作りは粘土を板状に切ることから始まります。土を叩く、削る、そしてちぎる。子どもの粘土遊びのような感覚で自由に作っていくうちに、土の風合いを醸し出す曲線が生まれてきます。そういう流れの中で作られたのが花びらのような器、水に花咲かせましょうです。藤平さんはちぎった土を石膏の上に重ねていきます。その後はほとんど手を加えません。土が自らの重さで自然に垂れていくことを計算した藤平さんの作風。気持ちを土に押し付けて強引に手直しすると、不自然なフォルムになり趣を失ってしまいます。この水に花咲かせましょうのフォルムは、特定の花を形にしたわけではありません。今までに出会っている無数の花々の曲線をモチーフにして作られました。一枚の花びらや葉っぱの個性的な曲線に心惹かれると藤平さんは言います。藤平さんは重ねた土を半日乾燥させ逆さまに返します。伏せた状態で形作るので、ひっくり返して初めて成形の出来合いが分かります。毎回微妙にフォルムが異なり、そこに新たな感動があるとつぶやく藤平さんです。中に何を入れたらいいのか、使い手の想像力をかきたててくれる器です。藤平さんの独特の器は、一度目にしたら印象に残るフォルムばかりです。藤
藤平さんは石膏を支点にして土を折りたたみます。その土は重さを支えられるギリギリの厚さに整えてあります。土の粘りと重力が生む不思議なフォルムがここに誕生します。器なんですけれど、たまたま器の形がしてるだけであって、僕の思ってるのはもうオブジェに近いもの、物体そのものっていうのか形そのものやと思うんでね。でそれでいくと、その何に使うっていうことをその限定して使うっていうことはおかしいわけですわ。自分はオブジェやと思ってますしね。だから人から聞かれると、もう自分の好きなように使わはったらいいんですよっていうふうにしかちょっと答えられないんですけどね。このコップは土を折りたたんで作られました。器を持つ指の位置がさりげなく作ってある凹凸のフォルムです。藤平さんは2年前から大きい作品も手掛けるようになりました。原料は従来の粘土にコバルトなどを含んだ黒い土です。藤平さんは陶芸家になった時から、いつの日か自分の好きな色、黒と朱で陶器を作ってみたいと思っていました。これからも自然体で土と向き合い、自分の好きなフォルムを自由に作っていきたい。藤平さんはそう思っています。